はい、アモス書の3章を開いてください。アモス書の、3章を開いてください。私たちの聖書の学びが今小預言書に入っておりまして、ホセア書、そして、ヨエル書ときました、今日からアモス書に入ります。おそらく3回で、終わると思いますけれども、午後は1章から3章までを、見てみたいと思います。で、今朝がこの3章の2節、3節に注目します。私は地上のすべての部族の中からあなただけを選び出した。それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。二人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうか。このアモス書の時代、このアモスが予言した時代はだいたいホセアの予言と同じ時です。覚えていらっしゃるでしょうか。このヤロブアム2世のが治めていた時であります。非常に、この北イスラエルの中では最も、この豊かで力があって、安定していた時であります。で、それに加えてユダ、南のユダもですね、ウジヤ王が王様でした。ですから、まあ、そこでも非常にこの力を持った、この、まあ、カリスマ的な、この王様の中にあってですね、非常にがっちりとイスラエルが、この確立していた、時なんですね。ところがそのような安定して豊かであって満たされているようなところだからこそ、このアモスが預言者として出てきてですね、獅子のように吠えながら預言をしているんですね。その預言というものがもうこの生えている草がもうわーって吠えたらそこを枯らしてしまうような、まあ、そこから始まるんですけどね、アモス書は。そのようなこの神の刑罰が宣言されていくような流れになっているんです。で、私たちはこの、まあ、豊かな国に住んでいます。何やらかにやら言っていろんな、まあ、社会的な問題はあるけれども、経済大国、まあ、3位に、と言われているわけですよ。世界の中で2位、3位なんです、まあね、2位が、ね、中国ですけどね、人口率に考えれば、まあ、はるかに GDP は日本の方が高いわけですよね。あまり自覚はこの日本にいるとわからないだけにいるとわからないですけれども、非常に豊かな国であり、そして安定しています。安定しています。いかがでしょうか。戦争を70年以上行ったことのない国なんです。もう当たり前になってしまってますね。しかしそうではない国がもう圧倒的に多数ですね、まあ、そのような中でこの豊かにされていくと、起こってくる問題というのは皆さん、この感じ取っているかと思います。世の中の対策というものは何かといったら、貧困をいかに克服していくかという対策は国連であるとかこの政府であるとか、まあ、当然なんですけども、この国としてまた世界としてこの貧しいであるとかこの格差であるとかですね、まあ、そういう貧しさをなくす、豊かにしていくということが目標になって物事は全て動いているわけなんです。しかしこういうことは聞いたことあるでしょうか。飛んでいる時の対策ないですね。
行政において富んでいる時の対策ってあるでしょうか。豊かにされているところの対策ってあるでしょうか。ないですね。ほとんど不問にされています。しかし現実はこの貧困だから犯罪が起こってとかいろんな問題が起こって、これは事実であると同時に、不思議なことに富んでいる時に起こる社会の悪があるわけなんです。で、聖書は、神様はそのことに真正面から取り組んでいく、反映していくことに対するこの問題に神様は真正面から取り組んでいっています。このアモスは特にこのヤロブアムの時代の時に起こっていた問題ですね、そのを取り組んでいますので、この富んでいるとか力を持っているとか安定しているとか、まあ、そういうところでこの吠えて話してこの叫んでですね、この予言をしているわけなんです。そこで、北イスラエルたちにこの主がこの2節ですね、私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。このあなた方だけが大事ですね。これはイスラエルだけを世界の部族の中から選び出したなんですね。で、直訳はですね、この選び出すの直訳は親しく知っているという意味です。アダムがエヴァを知った、夫婦関係を持ったの知ったの同じ言葉が使われています。モーセに対しても神はあなたを名指しで知った、だから選び出すっていうふうにこの訳されることが、まあ、多いんですけれども、もともとの意味がこの知るということなんです。で、神がイスラエルを恋したったっていう言葉があるんですね。恋したんですよ。聖書の中にはロマンスも書いてるんですね。申命の7章の申命記の7章の7節にこう書いてあります。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかったって言ってるんです。よく考えてみてください。アブラハム、イサク、ヤコブで、アブラハムに対してこの大きな強い国民にすると言われましたけれども、ヤコブが12人の息子を産んで、そしてエジプトに下るっていう時は70人なんですよ。70人って家族、大家族だけども氏族にも部族にもなっているかなっていう感じですよね。その時に彼らを知ってくださったんです。選んでくださったんです。そして、エジプトに400年、ぐらいですね、そこにいることによって、強く増えていきました。そしてエジプトから出ていくときには男性だけで60万人台ですか、いる。つまり女子供合わせたらもう200万人300万人ぐらいになっていたところ、これらが一斉にエジプトを出ました。そして3ヶ月ほどこの荒野をですね、砂漠の中を歩いてですね、そしてホレブあるいはシナイのこの山のふもとでイスラエルのためにあなたは宝の民だと言ったんですね。ちょっと読んでみますね。出エジプトの19章の5節6節、今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。力はなく小さい集団なのに、それでも神が彼らを恋慕われて宝の民、聖なる国民、祭司の王国にしてくださると、このように神様がおっしゃっておられるわけなんです。まあ、分かりやすく言いますと、
あなた方が、まあ、日本国においては天皇家ですよって言ってるようなもんですよ。非常にこの特別に知られた、選び分かたれた王家、王国なんですね。それはイスラエルなんですけれども、キリストにあってそのイスラエルの国民のその祝福に、その共同体の中に加えられたということが教会の奥義であります。でなぜ神がイスラエルを選ばれた目的というのが知るためなんですね。先ほどから繰り返してますが、交わりを持つためなんです。で第一ヨハネの一章の3節に、私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりですとあります。覚えてますか、あの先週のメッセージですね。でそこで交わりというのは、コイノニアというのは汚れる、手が汚れるというですね、このつまり一緒になる、あの例えばあの私たちね、あのご飯食べるときに同じ箸使わない、あのなんか一つのおかずの中にね、この、うん、それ専用の箸使うじゃないですか、うん、それだとコイノニアにならないんですね、うん、自分で勝手にそれ取って食べる。あと生産式はもともとはやらないですけどね、もともとは一つの杯から飲み交わします、まあ、夫婦の間で、家族の間でぐらいですよね、今の日本の社会では。しかし混ざるわけなんです。神との交わり、共有する、分かち合う、これが神の目的なんですね。そして人類の父アダムが神に対して罪を犯して、それから神を知ることが人間ができなくなったわけなんです。人と人との関係がどうでしょうか。人間関係でも片方の裏切りがあったら関係が断たれてしまうように、神様に対して罪を犯したので関係が切れてしまった、命がそこからなくなってしまった、死ぬしかないわけですね。命の源から分かたれているわけですから死ぬしかないです。しかし神がその罪を処理する、贖う、後処理をする。で世の中で一番恐ろしいものっていうことを考えるときですね、どうでしょうかね。例えば今北朝鮮の核危機がありますけれども、核兵器っていうのはものすごく恐ろしいものだという意識はあります。不思議なことに福島の原発も、そして、この広島長崎の原爆もですね、同じ放射能ですね、放射能の被害を受けて、日本はいるわけですね。だからその恐ろしさっていうのは身に染みているわけですけども、しかしですね、特に原爆の方ですね、この核兵器の方を、この勉強するとすればするほど恐ろしいなって思うのは、核兵器そのものじゃないって思うんですね。核兵器そのものじゃなくて、核兵器を扱っている人間の心なんですね。これほど恐ろしいものをなくさなければいけないって分かっていながら、これをなくさなければいけないと分かっていても、なくすことが平和につながるというふうに皆がほとんど全員が合意しているのに、世界の人たちが、しかしそれを使うという脅しを今も現在も行っているという人間の心なんですね。こちらの方が恐ろしいですね。でこれを神様が処理してくださる、キリストを使わせてくださった、そして罪を取り除いてくださる、十字架の上で取り除いてくださいました。このキリスト、世の罪を取り除く方を排出するための民族を神がお作りになったんです。何ですか？イスラエルです。
神と交わり、神に従い、神と交わることによって、その国が、イスラエルの国がこの神の国になっていくような、そういう国を作り出すために神はアブラハムを選ばれて、アブラハムの子孫からイスラエルの民を作られて、そしてイスラエルの民のユダの部族からダビデを起こし、ダビデによって国が作られて、ダビデの世継ぎの子がキリストにするように神がされたわけなんです。そして先ほど言いましたように、私たちはイスラエル人ではないですね。そういえば私たちのね、この教会はメシアニックの人たちと共有しているわけですけれども、昨日ここで礼拝しているわけですけれども、その中にユダヤ人の方々がいらっしゃるわけですよ。生のユダヤ人の方々がいらっしゃるわけですよね。私たちはこう継ぎ木されているわけですね。その中に入れさせていただいている、それは新しく生まれることによって、イエス様を自分の救い主として受け入れることによって、神の国の中に入ることができるようになったわけなんです。イスラエルはそれゆえに、いいですか、他の民族、国民とはとようには歩めないようになっているわけなんです。なぜかというと、その国民そのものが使命を受けていて、神を崇めていく、神との礼拝によって、神を礼拝することによって国民生活が成り立っていくわけなんです。考えてみてください。この日本の国が政治があります。政治って聞くと、どうしても私たちはなんか、ああもういいよという、ちょっとこう腐敗とかね、ごたごたとか分裂とか、いろんな抽象とか、いろんなものがこの肉の働きですからね、起こってきますよね、政治の中っていうのは。しかし政治があることは感謝です。神様に取りなして祈っていかなければいけない。もしなかったら、今皆さんこうやって落ち着いて御言葉を聞いてられません。無政府状態がどれだけ恐ろしいかということは、シリアとか今戒厳令を敷いているんですね。フィリピンは戒厳令ですよ。戒厳令というのは軍部が全部やって、法律もないですよ。軍部が全部支配してますから。でもそれせざるを得ない、イスラム国が入ってるわけです。で、そういうところにいる人たちがどれだけ大変なことになるか、それたちは想像さえできないんですけども、想像はできるけど、想像を超えてますよね。政治に感謝しなきゃいけない。そして裁判所があります、国会があります、霞が関があります、行政があります。しかしイスラエルは王がいなかったんです。もともとは預言者だけだったんです。教会みたいなもんですよ、国全体が。私がいくら牧師って言ったって、あれでしょ、治めてるわけじゃないじゃないですか。神が治めてるんですよね。神が王なんです。で、イスラエルは神を王としていくだけで統治が行われていきます。で、農耕をやっています。で、農耕もどこかに頼ることができるわけではなく、神に祈り、神に収穫を捧げ、そのことによって神が祝福してくださるというところによって生きていました。あと軍隊があるんですけども、しょぼいんですよ。よく考えるとしょぼいんですよ。ヨシュア記、イスラエルが約束の地に入った時に、もともと奴隷の人たちです、エジプト でカナンの人たちっていうのは非常に発達した社会でした。豊かでありですね。そしてもちろん強い軍隊を持っていました。でガラクタのような、この昔のね、日本のね、竹槍じゃないですけれども、そういうこの武器しかないような人たちで、少数の人たちが戦っているのになぜか勝っているというのが
この聖書の話なんです。聖書はこれ戦争というか軍事の話をしているのではなくて、この戦争の話が出てくるときはね、信仰の話をしているんですよ。神が戦ってくださる話をしています。霊の戦いの話をしています。それ物理的な戦いもあるんですが、この旧約の時代多いでしょ。けれどもそれは神様が戦っておられるからなんです。このようにイスラエルの国って非常にユニークなんです。独特なんです。他のところに類を見ないんです。で、神との交わりのために作られているからそうなっています。だから今ここで次を読みますと、2節を読みますと、それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いるとあります。つまり神により頼まないで他のものを求めることは、求めてもうまくいかないし、他の人たちだったらうまくいくものもうまくいかなくなります。意味わかりました？神を主とする、キリスト教会であればキリストイエス様を主とするということ、そして福音を持って信じ、そしてその福音を伝えていくというその使命から離れたことを教会でやってみようとしてもですね、世の中の人たちはうまくやってるんだけど、私たちはうまくいきません。もっと悲惨な状態になります。で、クリスチャンがイエス様に祈っていこう、イエス様に従っていこう、イエス様について命令に従っていこうということ以外に、いや、ちょっとそれだけだとちょっと何もなくなってしまうし大変なことになるから、イエス様だけによって守られようとしたって、いや他にも自分が守らなきゃいけないものがあるでしょうって言って守ろうとしても、その守りが全然ダメになっちゃう。他の人はうまくいくんです。神様知らない人は。ちょうど野生の中で生きている獣と家畜のようなものです。だから羊にいつも例えられます。羊は羊飼いないと生きていけません。例えば牛だったら野牛っているじゃん、ね、でも羊は野羊っていないんだよね。野羊野生の羊っていうのはありえない。すぐ死んでしまいます。で、私たちはそのように栽培されている民なんだということを知っていく必要があるんですね。だからこのイエス様を信じるっていうことはですね、永遠の命のなんかちょっとなんていうのかな、この先行予約したみたいな、この飛行機でね、あの今昔だったら切符、今だったら先行予約っていうか JAL とか国内旅行とかね、そういうふうにね、早く予約したら安くなりますとか何だかってやるじゃないですか、オンラインで。そういうみたいに、あ、イエス様を信じた、ね、もう天国に行ける切符をもらえた、そういう話じゃ全然ないんですね。いや、もちろんその死んだ後のこの希望はありますよ。だけどそれだけが福音では全然ないです。福音というのは何かというと、全てにおいてイエス様が必要を満たしてくださるということです。だから普通の人だったら普通によしこれやればいいよって言ってやるところを、私たちはわざわざ主の御名によって、つまり祈りながらやっていくわけなんです。まあ、さっきも今朝私祈ってもらったんですね。祈ってくれたんですよ。ちょっとあの今風邪ひっちゃってるんですけどね。普通の人だったら、ああ薬飲もうって、それ終わっちゃうじゃないですか。祈ろう、面倒くさいな、薬飲めばいいじゃんってなる。祈ろう、でこの賛美も準備するときに最初に祈ろうって言ってね、でこう太鼓ば準備してこう弾くわけですよ。だってこうちゃんと奏でられればいいじゃないってなるじゃないですか。でもっともっとこれね、究極でね、そういうね、人間のね、考えでいくとね、あのお坊さんの世界ではもうね、ロボットお坊さんってね、あのこうトントントンって叩くのね、それやればいいじゃないかって話になるじゃないですか。でも私たちは一つ一つのことにして絶えず祈りなさいって言われてるんですね。で、クリスチャンになると戸惑うんですね。今までやれてたもの、うまくやれたものがうまくいかなくなるんです。で、ここで悩まないでください。
これはクリスチャンとしてなった証拠です。あれって今までうまく結構人間関係やってきたのに今うまくいかなくなってるとかですね、他にもうまくこれをこの授業もやってたのになんか授業がうまくなくなってるって、で神様は、そうなんだよ、私を神として私に頼って生きてきなさい、あなたの目的はもはやそれをなんかいろんなことをやっていくということではなくて、他の神々に仕えることではなくて、私を神として私と交わって私の栄光を見ていくために、私を礼拝するためにそのようにして生きるようにされているんだよということなんです。だから物質的なものというのはあくまでもイエス様との交わりが深められていくための手段にしか過ぎません。手段なんです。で、ここでね、イエス様のこの余裕しゃくしゃくの姿ご紹介したいと思うんですね。ガリラヤこの麓、このほとりにあるカペナウンという町ですね。そこで、宮の納入金の徴収が来ました。ちょうど NHK のね、なんか料金みたいにね、こうパッとくるわけですけど、で金がなかったんです。今度余裕、うん、貧しいんですよ彼ら。ところがね、イエス様はこう言ったんです。ペテロ、世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか、自分の子供からですか、それとも他の人たちからですか。でペテロが他の人たちからですって言ったんです。イエス様はね、では子供たちにはその義務がないのです。意味わかります。宮の納入金に来たんですけども、その宮っていうのは神殿なんですよ、ね、神の宮なんです。神の子供たちは神の宮の税金払う必要ないんだって言ってるんですよ。ふてぶてしいもいいとこだよねでもそういう宝のために神様がしてくださったんです。金や銀は私のものと破壊書に書いてあります。神殿を建てるのに苦労していた人たちです。でつまずかせないように払っとかなきゃねって言ってじゃあ漁しなさいと。ペテラは漁上手だからね、もうプロだから職人技ですよ。パッパッてやって、でも、ね、魚は釣れるんですけれども、まあ、こっちは網から分かんないけど釣れるんだけれども、それ口にコインが入ってるって言うんだよね。でこのようにして私たちはこのいろんなものをこのイエス様の名前によって与えられていきます。お金持ちになってもいいんです。っていうかお金持ちに神様してくださるかもしれないんです。でもそれも神様の国の広がりをその人が体験するために、例えばものすごい事業家でね、もういろんな世界のね、この宣教の働きとか貧しい人たちの働きのためにポートフォリオっても投資じゃないからね、うわーっとこう投資してる人がいるわけですよ。神様の国のための投資ね。そしたらもうその人はね、ただ そしてもう本当に一人ぐらいのシングルマザーのお母さんがいて、どっちも同じなんですね。同じところにいるんですね。その一人の子供を育てるっていうシングルマザーのお母さんとね、そしてその巨額な億万長者の人で、もういろんなところに、どっちも同じようにイエス様を楽しんでるんです。イエス様の与えられた富を楽しんでる。だからもし他の国の人たちと同じように生きてったらどうなるのか。でこれをイスラエルがやってしまった過ちだったんです。サムエルが預言者だった時に、周りの国々が王様がいるから王様が欲しいってこう言ったんですね。それで神様は彼らの要求が強いので、その通りにさせてサウルを王と与えたんです。しかしやはりそこからほころびが出てきました。ダビデは神に選ばれて愛された方でしたものでしたけれども、その息子のソロモンも神様を愛していましたが、その巨大な国をやはり他の国々と同じ方法でその平和シャロームを持っていったんです。平和と繁栄、他の国々とはどうか同盟を結ぶわけでしょ。政略結婚による同盟です。
だから千人もいるんです。あれ千人ってね、あのプレイボーイっていう意味じゃないんですよ、あのソロモンね。あの政略結構です、ほとんど。まあ、その中にあの、なんだっけ、あの画家にあるあの本当に自分が愛した女がいたんですけれども、それ以外はあのその他はですね、もう政略なんですよ。でそうして政略結婚すると何が起こるかっていうと、この異教を拝んでいる奥さんたちなんです。でそして神様を持ってきちゃうんです。でまあ自分の奥さんがね、なんか欲しい、これはもう手放せないって言ったらしょうがないなってなるじゃないですか。どうですか、もう例えば誰かね、まだ結婚しない人が、じゃあこれから結婚するときに、まあ、熱心な仏教徒のね、この人とね結婚するとしたらね、ちょっとあの仏壇持ってこなきゃいけないんですって言われたらしょうがないなってなりますか。そしたらね、今度ねこうなるんですよ、お供え物してって。なるでしょ。ソロモンはそれだったの。それでつまずきの山ってのあるんです。オリーブ山のちょっと南の方にあるんですよ、つまずきの山って。そこに宮が建てられていってしまった。でついにどんどんヤロブアムがこの、あの北にねイスラエルを作ってですね、北イスラエルが始まって、その時金の格子からで偶像礼拝が行われていきました。でヤロブアム2世の時代になった時にはもうすでに他の国と全く変わらない、いや他の国よりもちょっとやばいんじゃないのっていうぐらいになっちゃったんです。残念なことに教会史、だから私たちは本当にね、これは私たちの怒らない昔の話だって思ってはいけない。私たちはそうじゃないことは本当に良かったってパリサイ人みたいな祈りをしてはいけない。教会史も同じことが起こります。本当にいいこの人間模様、殺し合いまで起こってたんですね、昔は。ヨーロッパのこの歴史の中ではね、教理の違いで、しかも教理の違いでは。今政教分離っていう知恵が与えられてね、その私たちの教理の違いとその物理的なこの国あのそのことっていうのはこれ分けて考えましょうとなってますから、そういうことはこのもあのあでも匿名の喧嘩、政府母教会あるんですよね。あのイエス様がの墓ですね、あったところですね。残念ながらあるんですね。でもそこまでいかなくてもキリスト教会の中であるでしょう、言葉ではね。だから何ら構わないことが起こってしまう。でここでですね、大事なのは次の主の言葉が、私はあなた方の全てのとかをあなた方に報いるって言ったんです。でイエス様がこう言いました。ルカによる福音書の12章の48節で、全て多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。あ、周りの人たちがやっているから自分もいいじゃないっていう風な、いつもこう人間的な発想が出てくるんですよ。でも先ほど言ったように、特別に愛されている、特別に知られている、選ばれている者たちが同じことをしたら多く要求されてしまいます。つまりもっと悲惨な状況になってしまいます。ある人が悪さをしてちょっとこんくらいかなと思ってるんだけど、クリスチャンが同じような悪さをしたらもっと大変なことになっちゃいます。で地の塩、世の光、あの地の塩のところで塩が塩気をなくしたらどうですか。役立たないから地面に投げ捨ててしまいますよね。私たちに塩気がなくなったら役に立たないってこういうふうに書いてあります。神様がその大変な状況にさせるっていうのはある意味で愛してるからです。罰を与えてて、まあね、あ面白い罰っていう言葉、刑罰っていう言葉ついてるんですけども、まあ、気をつけていただきたいのは、イスラエルに対しては必ずね、回復のメッセージがあります。この小予言書を読んでると、回復のメッセージのない予言書は一つもありません。イスラエルに対して。本当に例外なく一つもありません。これですよ。全部。イスラエルに対して。黙示録の21章に、イスラエルの名が新しいエルサレムについています。
どんなに厳しい裁きでも神様がされようとしているのは何かって言ったら、また祈り始めて、私を求めて、これだけなんです。これだけ。だからあえてそのように大変なところを通るようにさせてくださるんです。主の前に出ていくことができるように神様はしてくださいます。ユダヤ人がやはり多くの苦しみを受けたというのはそこが大きな理由なんですね。特別な苦しみを受けてこれほど受難の民はいません。多くの人間の中で、歴史の中で、この悲惨をなめた民族はいますけれども、ユダヤ人ほどではないし、また本当普通だったらとっくの昔に全滅しています。民族として滅んだっていうのはもう歴史書の中に書いてある。例えばエモリ人とかさ、モアブ人、アモン人、ペリシテ人、ね、聖書に出てくる民族ですよ。で、普通これって古代の民族なので、マヤ文明なんて聞いてもさ、はぁってなるでしょ。あれ古代の話じゃないですか。そのシーラカンスみたいなものが今こうやって泳いでて、しかも世界のこのなんていうのに影響力を与えていて、毎日のこのなんだニュースの中にもイスラエルがポコ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 出てくるわけですよ。で、インターネットのファイアウォールとかなんだかなんだかって IT を作ってるのもイスラエル人なんですよ。で、こういう不思議な民であります。で、それは神がそういう苦難をですね、で彼らに通らせておられる、選ばれて愛されているからです。だからキリスト者はこのイスラエルの選びをこう、なんていうのかな、ある意味で受け、なんか継ぎ木されているわけです。この くっつけてもらっているわけです、ね、参加させてもらっているわけです。だから苦しみを受けているっていうのは見捨ててるんじゃないんです。逆です。選ばれてるんです。愛されてるんです。これが難しい。世の中の宗教は苦しみを受けたら呪いだって教えるんです。神様のを捨てたって教えるんです。キリスト教は、まあ、ユダヤ教もそうですけども、キリスト教は苦しみを受けているのは愛されているからだって言うんです。だからね、この愛とか神のその目的っていうのが、つまり神との交わりというところに、あ、このそれを忘れていなければ私たちは分かるんですよ。さもなければ偶像礼拝になっていきます。何かって言ったら、お金の神様、快楽の神様、なんか知識が与えられる神様って言って、そっちの方の偶像になってきますけれども、聖書は天と地を作られた聖なる正しい神をが誠の神であると言っているわけなんですよね。で、最後に3節を見ていきますが、2人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうかって言ってます。で、これはちょうど二人三脚のような歩みですよね。この仲が良くないとどうしてもこう離れて歩きますよね。まあ、日本人はね、なんかの女は一歩下がって歩けっては昔の話か。でも今でもなんとなくね、こう夫婦の間でさえ躊躇するかもしれませんが、まあでも仲はいいですよね。やっぱり2人で歩くこれできなくなりますよね、仲悪いと。で、主との交わりを持つということは主と歩調を合わせるわけです。主が言われていることに自分も合わせていくわけです。これこれのことを神がしてくださるんだったらば、私はあなたと共に歩み、では歩調は合ってないんです。条件をつけない。条件をつけてるっていうことは、自分の方に力と知恵があるというふうな前提があるから条件をつけてるんです。だから福音を信じるっていうのは自分、条件をつけないということですね。どうやって条件つけないで済むのか。それは、まあ、信じるということですけれども、その前に自分に良いものがない、知恵がない、力がない、善がない、哀れな人間だ、無力である、で神の哀れみにすがっている、でこれが、前提ですね。
主と共に越えてあります。で、主と共に歩むのは、そういう意味で犠牲が伴いますが、主がまず犠牲を払ってくださって、その犠牲の中に私たちが共に歩むことによって招き入れられているわけなんですね。ここすごく大事で、この神様の物語を読んでいくときにですね、何か自分、神はひどいことをしているなって感じているときっていうのは人間的な読み方をしていることがよくあります。アブラハムがイサクを捧げるとき、いかがでしょうか。ひでえなって思いません？特にお母さんたち、まあ、お父さんもそうですね。ひどすぎますよね。でカナン人は幼児犠牲っていうのがあったんですよ。実際にこの自分の生まれてきた子供をね、捧げるという恐ろしいことを彼らは行っていて、で神様もそれも厳に禁じてるんですよ。そんなに回しいことやってはいけないと。でも似たようなことを神様言われたでしょ。イサクを捧げなさい。人間的に見るとひどいなっていうことがクリスチャン生活の中でも起こります。しかし神側のストーリーがあるんです。神側のストーリーは何かって言ったら、あそこで神はイサクがほくろうとした時に途中でやめさせましたけれども、神側のストーリーは同じモリアの山、そのモリアの山のすぐそばのところで、ご自分の御子イエス・キリスト、肉体を持たれたイエス・キリストを同じことをするということをちょっとこう前もってね、知らせるためにやってくれた。神の犠牲のその苦しみの交わりに預かっていくわけなんですね。だからこうやって読むと、この神様と共に歩むということは、もちろん苦難が伴いますが、栄光あることであって報いもあることなんです。これが選ばれた者たちの歩みです。私たちがもう一度思い越してください。永遠の命、切符ではないですね。何ですか、交わりでしょ。そしてもう一つは知るっていうことですよね。ヨハネの17章のところには、唯一の父なる神と主イエス・キリストを知ることが永遠の命だって言ってます。このことを分かってれば、このなんちゃうかな、信仰的に悩みが少なくなるかな。あともっと気軽に祈れるようになると思います。主の名を呼び求めてください。イエス様の名前を呼んで、イエス様って、こういうことが起こってますって、すべてのことは意味があるんです。すべて起こっていることに神様は何かをこの教えるっていうか、何かを交わり語らいをするために、神様に頼ることができるように、そのように許されていることなんですね。お願いします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたがこのようにして私たちに貴重な御言葉を与えてくださって感謝します。宝の民とされた私たちに、本当に、この選びがあるということ、特別な使命があるということ、そして特別な責任があることを見ることができた、できました。主よ、あなたが私を祈る民としてください。あなたの身を呼び求める民としてくださいますよ。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。ね、あーね、入れた。あ、そっちやね。ほう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 、なるほど。
塩。あなたが私たちを祝福してください。私たちを守ってくださいますように。あなたがあなたのお顔を私たちに照らしてくださって、私たちを恵んでくださいますように。あなたがあなたのお顔を私たちに向け、私たちにシャロームを、平安を、繁栄を与えてくださいますように。主の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。お願いします。